Jump! ディナーに行きます。部屋の近くの個室ですね。暑いからお部屋が欲しい。乾杯。イエーイ。カニちゃんだったよ。こんにちは、いっきです。今回も動画ご覧いただきありがとうございます。今回の動画も前回の続きとなっております。金沢編です。もし、他の動画ご覧いただいてない方いらっしゃいましたら、もしよろしければそちらもどうぞ、上のリンクから飛べることができます。そして金沢といえばやはり海鮮ですよね。もう海鮮尽くしのお夕食、本当に美味しかったです。この日はもうランチも食べて、ディナーももちろんカニをいっぱい食べて、なんかもう海の幸に浸ってすごく幸せなひとときとなっておりました。もうカニ食べてるとき本当に無言でずっともぐ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 していました。はい、あとその他にものどぐろが出てきたりだとか、まあ、お刺身はもちろんなんですけども、能登牛のせいろ蒸しなんかもあったりして、もう何から何まで本当に贅沢なお夕食となっております。で、翌朝の旅館の朝食の様子もお届けしているので、またこのまま引き続きご覧いただけると嬉しいです。ではどうぞ。はい、皆様おはようございます。今日は朝6時に起きて朝風呂したレイコばあさんです。今ゆきちゃんと朝風呂に入りました。最高、気持ちいい。今日の金沢のお天気はダダーン、今日は天気がいい、青空が見えております。おはようございます。最高だった。朝も温泉に入りましたよ。美味しそう、美味しそう。
回宿泊させていただいた、金谷さんなんですけれども、こちらのお風呂ですね、すごく広くて、私たちが泊まったのは離れの部屋で、ちょうど、個室露天がついているお部屋となっておりまして、食事会場も私たちのみで個室でいただくものとなっておりますので、ほぼ他の人と会うこと全くないですね。チェックインチェックアウトの際、あとは大浴場に行った時ぐらいしか会うことなかったです。正直大浴場別に行く必要ないぐらい部屋のお風呂が充実していたので、お部屋の露天風呂でむしろ全然楽しめるのではないかと思います。で、あまり人に会いたくない方とか、あともうごちゃごちゃして人混み苦手でゆっくりしたいって方には特におすすめとなっておりますので、もしよかったら参考にしてみてください。本日は市内のホテルに泊まります。で、今日の予定は、まず荷物を預けて、はい、その後兼六園に行って、で美術館ね、美術館、インスタ映えの美術館に行きます。でもその前にコーヒーが飲みたい。はい、到着。あら、はい、荷物預けます。おしゃれモダンなホテルです。あ、ここのカフェなんだ。